ははい皆さんこんこにちは村長です今日もスタジオワンの6.2の最新機能を一つのテーマに絞ってまだお話をしていなかったとっても優れたことをお話しします皆さんはレイヤー録音とかコンピングというような言葉を聞いたことがあるでしょうか初心者の人にはちょっと難しいかも分かりませんでもここれを知ることによって 録音というもの特にボーカルの録音なんかにとっても便利になる機能のことです実際今日はお話ししたいのはコンピングのことなんですがレイヤー録音を知らない人のためにレイヤーの録音をする時のお話もやっていきましょうでは実演に入ります今トラックも何もない状態ですのでここにトラックを作りましょうオーディオトラックでいいと思います このようにトラックができました録音する時ってこの録音マークですねこれをつけるわけです次にやることそれはここのメトロノームこれを入れることですねそしてプリカウントいわゆる123はいっていうやつですねそれをやるために真ん中の工具マークを押しますとこういうのがありましてプリカウントをすると というふうにして、ここでは1小節としています。2小節あった方がいい人は2小節にしてください。そうしますと、ここでチェックを入れたことによって、その左側の丸いアイコンも青くなります。これで準備はできたように思うんですが、これは今日まで皆さんがやっている方法です。レイヤー録音にはもう一つチェックする必要があります。それはこの小さなギアマークです。 このギアマークを押すと下に録音パネルが出てきます。ここでテイクをレイヤー化というボタンがあります。今青くなっています。通常はこのように設定がされていませんがここを青くしてください。これだけの準備をして録音を始めましょう。録音を始めるときは下のこの録音ボタンをわざわざ押すんではなくて点キーの米印。 これで録音ができますので、これもやりましょう。そして、今、小節が6小節ぐらいのところにカーソル縦の線がありますが、これもまたマウスでやるとかいうようなことはやらないでください。テンキーのデロバンを押すと、このように先頭に戻すことができます。じゃあ、これで米印で録音をやっていきましょう。どれ。 ミファソラシドストップはスペースキーで止めることができますこれで1個目ができましたまたゼロを押して先頭に戻ります2回目のテイクを取りますドレミファソラシド 録音に少しクリック音が入っていますがご勘弁ください。僕は今はヘッドセットでやっていますのでヘッドセットの耳の音とそしてマイクが近いですのでどうしてもこのカチカチが入ってしまっています。申し訳ないですけれどもこれはご容赦ください。そして今度はわかりやすいように次のテイクはちょっと小さめの声でやっていきたいと思います。いきます。 「どれみはそらしとこのようにテイクが3つ取れましたそして今一番上の青いところに入っているのは最後のテイクですですからちょっと大きくしますがどう見ても小さいですよね最後のテイクが入ったわけですそしてテイクを入れ替える時ですが 一番上がいいかなまず聞いてみる時にここをソロにすると一番上が聞こえますこれをしないと上側今の一番上ですねこれが聞こえてしまいますがここをソロにするとこのトラックですねこれが聞こえますはいここを聞くきははい こうしまますすと上のソロは切れて下になりますこのようにしましてソロがなくなれば一番上のものが聞こえますこのように最後は小さかったですよね。 これれだったら入れ替えははああままりり便利ではありません。こ,こからが今日の本題とそしてコンピングというのはスタジオワンの5ぐらいからはもうできるようになっていたんですけれども6.2になってからとっても編集に強くなったそういう部分があるんですまあそれはちょっともう少しだけお待ちくださいそしてコンピングのお話をします 例えば全体はこのファーストテイクが良かったとしますそういう時はここを上に上げればいいわけですこれを上げたら上にあったトラックはここに来ますのでトラック1というのがこんなところにあることも確認しておいてくださいこれはさほど重要なことではないですけれどもこのように思っておいてください今度はこれを部分的に入れ替えますそれはどうしたらいいんでしょうか 例えばこここがいいいいいかなとと思うところででてみたらいいんですその時はオルトキーを押しますとこんなスピーカーマークになりますのではいこここのように聞けてじゃあどれを使うかという時にあこれがいいなと思えばその時は何のキーも押す必要もなく この部分をこのように範囲選択しましてキュッとするとこの部分が上がります。そして今度はこの部分とかいう風に選択をしていくことができるわけです。そしてこれの素晴らしいところはこのつないだところは大きくしますとこのように ちゃんとクロスフェイドにににななっっていて、ていがるようになっています。このようにしてコンピングというのはできますしコンピングが大体できてこれでいいなと思ったらですね下の3つというのは目障りですのでこれを折りたたむのはこの小さな3本線アイコン「レイヤーを展開」というのがありますのでこれをするとこのように消えてくれます。 こんな風になってるわけなんですけれども新ししい機能を説明します今まではどうしてもここに行くとこんな愛のマーク普通で言えばテキストを入れるようなマークになってですね先ほどのコンピングをするしかないもしくはオルトキーを押して聞くしかないこういうことで例えばここはいらないからとかいうようなことができなかったわけです。でも ここがミソですよ。上のツールのところの一番のツール、矢印ツールの横にこういう鍵カッコみたいなのがあります。ここをすると矢印ツールと範囲選択ツールが仲間になります。この仲間にした状態でここの下の部分ありますよね。そこでコントロールを押すんです。そうするとカーソルが矢印のマークになりまして 動かすことができるんです。こんな感じに動きます。もちろんここでカットしておきます。ここ、ここ、こんな風に部分的にカットをしておきますと、この状態で下半分のところを押すと、こんな矢印になりますので、これでこの部分をすると、このような編集ができるようになるんです。 いわゆるテイクの欲しかったところをこのようにできますともう一度この上のトラックでカットします、はい。こうすれば別のオーディオトラックにもこのように持っていくことができるわけです。そして上が「歯抜け」になりましたが「歯抜け」にならないようにしたい場合はこれを押して引っ張りながら オルトキーを押すとはいこのように複製ができます初めて見た人は「えスタジオワンではそんな移動なんていつでもできたよ」と思うんですが「テイク」のところでは今までは移動したりそして消したりということはできなくって単に上にコンピングするだけこれしかできなかったわけです。じゃあ この矢印ツールだけだったらできないのかということになりますと、そうでもありません。なぜかというと、これで代替えツールが他のペイントツールになっていたとします。それでもコントロールキーを押しながらやれば。新たな6.2ではこういうことができますし、ちょっと戻します。コントロールを押しながら引っ張り出して折るを押すとこうやって。 複製もでできるんですじゃあ最初に何でこれの話をしたかと言いますとこのツールにやっておけば上に行けば同じコントロールを押しても範囲選択がしやすいんですこういうスタジオワンの癖がありますので僕は最初にここのチェックは入れた方がいいと言っただけで必ずしもそうではありません。こうしてておいて 分割ツール等を組みにしておくそうしましてやればコントロールを押したらこのようにカットツールになって切り刻んでいくことができますここまでご理解いただけましたか最後に一つ重要なことをお話ししますこのテイクを隠したりということがこのコンピングをやり出したら頻繁に起こります テイクはももちろん消してしてままうこともできます。右クリックをして「レイヤーを削除」というと消すことはできるんですね。でも折りたたみたい時にこの小さなアイコンだったらここに的を得てピュッといくのは難しいんですがここはショートカットキーを作りましょうこの時にどうやれば検索ができるかと言いましたらここで「レイヤー」と カカタカナで打ってくださいそうしましたらここに僕はもう登録済みですがレイヤーを展開というのがありますコントロールシフト L に僕は設定しました皆さんは空いているところで好きなショートカットキーをやってくださいこうしてショートカットキーを登録しておくとこれが簡単にですねいつでもコントロールシフト L はいこんな感じで出したり消したりできるのでですねこのショートカットは必ずセッティングしておく方がおすすめです今日は「レイヤー録音」と「コンピング」ということを1つのテーマだけお話ししましたというのは やはりレイヤー録音をやっていない人そしてコンピングがよくわからない人にとっては慣れないという意味で難しいというのではないんですが慣れていなかったら分かりにくいと思いますので僕は6.2の解説でこのことだけは少し別枠にしようと思ってこれで今日で3本目なんですけれどもこのようにして皆さんにお知らせをさせていただきました。 コンピングの機能もとても充実しましたので、上手に使ってみてください。村長スタジオでした。